はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ、サクスペですね、エイプリルフールイベントをやっていますので、今回はこちらを、まあ、見ていきます。まあ、見ていきますというかやっていきます。で、まずはエイプリルフールガチャを引きましょう。まあ、ただで引けるんで、で SR が10枚確定で、まあ、多分通常のキャラから10人出てくる感じかな。ただし矢部くんのピックアップ率が上がってるんで、矢部くんが何枚出てくるか当たり前だけど、矢部くんは持ってません。じゃあ行きましょう。まあこれもまた相関だよね。これ誰だ、なんかどっかの高校でいたな。あ、矢部くん1枚目、矢部くん2枚目、矢部くん3枚目、矢部くん4枚目、みずきちゃん、あ、同じキャラがいる。矢部くんは4枚ゲットできました。 30% くらいの確率くらいなのかな、矢部くんピックアップ。まあわかんないですけど、そんな感じです。じゃあ次はね、あのサクセスの方もイベントがあるみたいなので、サクセスの方もやっていきます。じゃあ編成はこんな感じで切ってます。上限アップは、まあ、一応野手のものは全部つけて、まあ、プラスはねそんなに高くはならないんですけど、次金徳はまず独身術欲しいでしょ、東くんで新アーティストをつけたいんで、ワールドクラスの守くんと新海ちゃんでアーティスト、アーティストで、スナイパー要員で合わせさんで、なんとなく明神入れて、なんかあの後指がいいなって思って、ただそれだけで、助っ人枠は、これなんていうの、ほんわかちゃんを入れてます。でほんわかちゃんは、今回牛若丸を取っていきたいと思います。 OK です。で次元ボックスのこれ大丈夫の手術キット、特別な手術 100% 成功、これ持ってくでしょ。でそうすると、まあ、大丈夫博士関連のアイテムは持ってけませんと。で、まあ、招き猫は乾燥させたいんで持ってきたいっていう感じですね。じゃあこれでちょっとやってみましょう。外野手でやっていきます。お、なんかちょっと待って待って待って、わかんねえイベントが、ヤングマン見つけました。手術準備に取り掛かりましょう。敏捷20、精神20をゲットしましたということで。で、最初どこ行く？しらす。しらすがいいかな、まあ、次も見据えると、なんかあんまりいいとこがないな。アスレテース。アスレテース目指す。まあ、最初だから一緒。迷宮行こう。でさっさとアスレテースで行こう。で筋力ゲット、特にアップはない。イベントを高速化してるからね、その大丈夫関係のイベントもパパパパパパって来ちゃいそう。で大越くんがいるでしょ、やっぱりあれを貯めておきたいんだよね。なんか友情のやつみたいなやつ。まあ経験点的にはここが欲しいけど、ほんわかちゃんいるし。でも大越くん上げておこう。合同練習か、合同練習のやつを。で東くん連れてきてるからね、東くんのいる高校はちょっと東くんが減っちゃってるからね。あ、これすごい64。しどれみちゃんもいるな、やるか。オール64、あ、オールだからか、今更だけど。でちょっともうメンタルやるしかなくね、まあ、メンタルやってさっさと次行くか。もう一色でも入れておきたいよね。高校を見てみよう、次行ける高校。総力ブース、あ、しかも練習も来てるし、波動か。アスレテース、あーでも
闘争も俺的には結構行きたいんだよね。じゃあマントル目指して闘争行くっていう。東くん確か花丸か。だから花丸が今人が少ないっていう状況になってます。じゃあ一回練習しよう。あ、200か。でも大越くんが2になるのか。それはいいけど、ここ筋力で異能が取れるのか。7と6ってどうなの、どれくらい増えるかだよね。まあ、いや、ちょっとこっちやってみよう。3色、あ、ちょっと待ってね、オート送りはなしにして、スペシャルコース、勇気あるヤングマン、ちょっと早めに来たけど、早めに来るイベントなのかな。一応大成功したけど、何がどう上がる。体力、まあ、経験点は10ずつ、パワー5、走力5、チャンスコツ。なるほど、2つくらい上がってコツ1個みたいな感じなのかな、それとも固定なのかな。チャンスコツはレベル1か。まあまあ、だって経験点にするとめちゃくちゃ少ないよね。歯は5とか、筋肉45とかでしょ。どうなんだろう、後の方に来ればいいと思うけど、後の方に来るのかどうかがよくわかんないですよ。ここは結構人数を揃えたんで、完全に積みに経験点狙い。人さんも完璧で、彼女ボーナス。さっきのタックを打つよりはいいと思うんだよね、狙った方が。なんもない、なんもないから、ちょっとどこに誰がいるかを見つつ、ゴブがいて大若ちゃんの評価上げられるのか。これはもうここだな。3、4回練習しないと多分彼女評価までいかないからね。コツあり、2人か。あ、ここいいな。また色が同じ感じになっちゃうけど、しょうがない。評価上げつつ、合同練習上げつつ、経験点も取る。これどうしよう、応援しとこう。頑張れ。真ん中だとね、パワーキのコツ取れるけど、あ、1だし。これ体力回復できるんだけど、体力回復しよう。で、これはもうここでいいでしょう。全然狙えるときは狙っていく。そろそろちょっと、1回くらい練習できそうな気がするから、ちょっとだけ運んでおこう。ここら辺は何がいいんだろうね。で、自分に挑戦はイベント進めていくんで、もうとりあえず決定ボタンを押せば大丈夫で、出航で、逃走がまあ下の方にあるからまだ余裕はある。で、潰せるものを例によって潰していきます。あ、急、大胆ヘッスラホーム突入。ローボールヒッター1か。でもローボールヒッターとハイボールヒッター勝ち割るからな。まあ、50くらいで取れるやつだよね、潰していくのは。60くらいか。いいや、置いとこう、3になるまで。あ、これ来てるね。同盟がいるか。やろう、悪くない。ローボールヒッター。今どうなってんだ。ちょっと運ぼう。で、あ、評価は上げときたい。体力減ってるんだけど、そろそろ出航したいんで、パワヒ。パワヒちょいちょい取れるからね。あ、ここ 105% いけんな。人がいないけど、
どうしようかな。ちょっと一回 105% やっちゃいます。監督もいるし、狙える時に狙おう。意外にね、 105% 取れないことあるから、早めに行けるんだったらちょっと早めにやっておきたい。でここで出航します。で逃走行って一番やり、弁償ちょっとね足りなくなる恐れがあるんだよね。ここら辺難しいんだけど、まだ慣れてないからさ、経験点の配布バランスどうすればいいのか。これでかいよな、めちゃくちゃでかいよな。ここで海賊ボーナスつくとさらに異常になったかな。でそろそろちょっと経験点さばいとかないと、明らかに技術が少ないな。もう筋力いい？大丈夫博士出たからもう直上げしちゃっていいでしょっていう。総力、技術が全くないわ。ちょっと A にしておいて、補給も上げておこう。意識するのは弁償と技術ね。そして何もないから。さあ、どれにする？この色がないやつ、てか金のないやつ選んでもいいかもね。ちょ、わかんないけど、果たしてこの理論が合ってるのかどうか。暁が9とかマジ無理だから。こっち混合とアンドロメダか。海賊ボーナス結構でかいからね、ちょっと狙っていくのはあれだな。今回海賊ボーナス狙いも視野に入れつつ、体力もなって何も来ないんだけど、本若ちゃんがすげえな。ここも金なしか。でもキリルがいるな。キリルちょっと一回あげてみか。で練習これか。まあ、キリルちょっと一応全部見て、まあ、やるでしょう。で2つ目ちょい体力がないで、体力減った 47%。 2人いるな、これ無理だな。回復のアイテムないからな。ちょ、やってみる47はもう絶対気がするでしょ。できたこれはなかなかに美味しかったな。じゃあもう出航しよう。あ、ないよね。赤の積載量がねえわ。赤ってどこだったっけ。肩か。もう無理です。ちょっと上行くか。アスレティスに行こう。これはもうちょっと無理した代償だな。で技術ゲットして、オッケーオッケー、ありがとう。彼女ボーナスはでかいよな。全然タックが発生しないんだけど。新海ちゃんとかまだか。リフター赤回収しとくのってやっぱありなんだよね。あ、逃走がもう一回ある。6かやろう。回収できるときにちょっと回収しますわ。赤に縛られるな。ここを取ろう。で独身術終わり。ガンダーが来てないから何も取れない。対ストレート3、守備移動こう、まあ1でいいや。3位3位、クランとか一番やりとか。まあ独身術は骸骨がないから取っとくでしょ。他ローボールヒッター2か。まあいいや、取っちゃおう。でもハイボールヒッターが来たら来たでしょうがない。アワヒ筋力あるから1で。まあこんなもんでとりあえず一旦置いといて、3色欲しいから。あ、ここカイルがいるのか。でも緑
緑って結構いっぱい練習あるから、そう、紫を揃えておこう。で体力を回復させて、でなんだろう、あの彼女がいないと大丈夫博士が来てくれるみたいな感じですから、ちょっとオートオフを一旦置いておいて、誰か来た、落ち着いてください。これって普通のイベントと一緒なのかな。一応話聞いてみよう。プレゼント、ノンオン、世界がぐるぐる回る、体力が下がった、経験点にはなった、そして開眼した。リフターか、オーバーになっちゃうからね、ちょリフター2にしとこう。ここら辺もなんかよくわかんないから、もう一番上広角打法、なかなか美味しい。初詣はもちろん行くでしょ。でも経験点はもう大した経験点になんないんで、ちょっと評価上げる。最近これやってんだよね。でじゃあ広角も取っちゃおう。あ、初級もか。さあそして267、ここはまあ東くんいるし、まあどっちがいいかなって言ったらこっちか。金あと1個必要じゃねえかよ。チャンス、やめておこう。結構いっぱいいっぱいになってきちゃってるかな。ライジングはまあ一応付き合って、体力大丈夫でしょ、練習できる体力はあるはず。まあどっちでもイベントは進むんだけど、一応チャンスは取っちゃって、1376か。まあこっちで2にしちゃうのもありといえばあり。539、これでかいわ。いや普通に539ってでかいよね。やろう。で時代劇、いぶし銀が来る気がする。でいぶし銀取るか。どこだ。で出航して、まあ、明鏡に行って逃走に行くか。明鏡も結構溜まってるからね。で海賊やって、また赤を見とかないといけないからな。てか筋力やばくね。筋力めちゃくちゃダブつくんだけど絶対。告白覚えてます、何をっていう内容が全くわからん。つまり何にも覚えてない、そして何にもない。伊能くんがいるくらいか。紫藤さんも完璧か。え、こういう時ってさ、6、赤6、トト5か。で肩の得意練習いないから、赤6になった時もやっちゃおうか。で対抗して、で金属取って、あ、なんか全然さタッグが来ないんですけど。まあ4848か。まあ、いや、やろう。ここをもう早急にちょっと撤退だな。3色揃えて撤退しよう。来た。あ、ちょうど筋力来てくる。筋力かい。いや筋力だってどうする。もうチャンスロールって最後にこう作れるからな。2だよと。ちょっと筋力系は取っちゃうか。
いっそももうこれになってな。臨床もな、置いときたいっちゃ置いときたいんだよな。いやもうない。筋力使うやつ、伊賀姿勢も来るか、固め。あ、怪我しに来たからじゃん。これでどう、やっちゃおう。ちょっと入るし、でここはもう撤退撤退、もう無理っす。逃走へ行こう。打撃でね、技術を稼ぎたいっていうのがある。これって何が入る、筋力はもうさすがにね大丈夫だから。よしよしよし、海賊戦ボーナス。まあまあまあ早々に撤退したからね。でこれアーチスト取って、からの、おお、いっぱいあるじゃん。これ揃えやすい。まあ全体的に考えてこれかな。でこれ2回目か。それ自動デートが来てねえな。お、76、あーこっちプラスできるのか。300200の、あープラスできる。あでもこっち金がない。金ってお金じゃなくて鈴ね。エビル8か、どうしようかな。まちいや、こっちやっちゃおう。でできれば欲しいよね、もう一色、もう一色。4 4ってどうなの。8 8はマジで無理だけど、筋力ダブつきそうだな。ちょっと全然基礎能力上げてなかったわ。こっちは上げられるだけ。総力だ、技術が少なそうだな今見た感じ。もう筋肉は大丈夫っしょ。技術だな、技術を回収にかからないと。いやマジギリギリだったな、圧倒的な技術不足。というわけでじゃあ技術やって、もうちょっと海賊は今回諦めるか。粘り打ち、あ敏捷がある、2パーいけんなこれ。やろう、技術もまあ100入るし、まあ、これで新アーティスト取れて割と筋力はさばける。3月の4週だからあと2回いけるかどうかっていう感じだよね。色がないから赤色がないよね。ブレインマッスルに行くしかない。ただしここはそれなりに友情ボーナスを稼いであるからお願いします彼女。あれ、ちょっと待って待って待って、エイプリルフール、あちょっとなんか来たね。特製ドリンク開発中、あまたドリンク、あれこれさもしかしてなんか直上げする。いや経験点だけのはず。いや直上げっぽかったな。ちょっとこれはまた次回検証だな。何が上がるのか、ちょっと全部上げちゃったもんだって。なるほど分かりました、上げない方がいいんですね。あ2人いるけどさ、
筋力なんだよな。だから技術ねえじゃねえかよ。ちょっと出航見て、メカに行って、もう4月の1周だから逃走に行くあれはないかな。まあいいや、ちょっと一旦金は揃えておこう。でこれで明治も終わり。上り自動デート、マジで自動デートシステム、ゲーセン、守備移動、あ、そりゃ守備移動ってここでコツ手に入るんだっけ。てぃちゃん、あとはちょっと友情系をあげたいんだけど、いねえやんけ。いやー、そうか、ここはあれがないのか、技術がないのか、技術枠が。ちょっと待って、それ考えると、じゃあちょっと技術のある高校に行かなきゃいけないってことでしょ。え、あんまりないんだけど、技術高校が。じゃあやっぱ逃走だな、早々に逃走行こう。まあ一応ちょっとあげられるからあげておく。入場ポイント、今日もうこれしかない。のぐみさん、いやもうこれでいいや、これでもう行こう。え、でも4月の4週だからやっぱ無理だ、逃走にはいけないな。これ出航して一応メカニーには行きます。メカニーで終わるな、これゼロ。筋肉とかいらんわ、もう海賊船ボーナス。ここら辺がなんかうまくはまらないとね。ギリいけるか、3回練習して。行ったところでっていうのはあるよな。いや行こう、ちょっと待ってね。2か、星っていうか赤2だから特にないから、これで赤カッコでしょ。ちょっと待って、筋力溢れたっぽいな。でもめんどくさいからお任せ。溢れてねえや、あ、ビンションが溢れてんだ。取るか、コツあるやつはもう全部取ろう。一旦回収する。ラッキーボーイで、やっぱり技術が足りてない。総力バーストもいいか、取ろう。対変化球と対ストレートは勝ち合ってるからな。で、じゃ技術を使わない格を上げとくか、10くらい。あとはもう自動試合なんでお任せして。ここもなんかコツが入ったりしたよね、さよなら。で2色目、あ、技術きた、ほんといいわ、ありがたい。てか、ほんかちゃんの評価が全然上がってないんだけど。チーム隊長で最後、これオーバーしちゃうのか。エレキ先駆けくん、78、そうだよな、3色ないと彼女ボーナスつかないっていうのがあるから、いやなんか微妙だな。もうどうあがいてもちょっと技術は取れないな。先駆けやると、え、あれもうこの次ってさ、フリートに帰るっけ、4周って。まだ大丈夫、飛行先、あ、まだ大丈夫だ。最後逃走に行って
技術を稼ぎたい。もういいよ海賊とか全然取れないから。でこれは、まあ、全経験点、まあ、ちょっとでもねおこぼれを狙いましょう。さて97、これでかい。あふれはしないかな。やろう。これでどんどん最後稼げるか。ホーム突入、しかも何もねえし。じゃあちょっと技術、あでもいいじゃん300手に入るんだったら。おの字よ。で赤をもう気にする必要ないからね、スナイパーは。でやっぱでも3色は取っときたいよね、取れるんだったら。888かぶった時どれがなるんだっけ。なんかもうコツ直取りしちゃっていい時期に来てるかな。経験点が溜まりすぎてる。本類性感もいけるか。いやでも最後あいつはくれっかな。それを見て決めよう。どれだっけ。3色目888。敏将を入れておくか。こっちもありだな。でもコンマカちゃん全くないからな。いや敏将入れておこう。あで6月の4週で終わりか。そもそも帰ろう。溢れる、何が溢れる。じゃあ早急とか取ろう。阿部ヒント取るか。じゃあ金特系をもう取っちゃいますか。レーザービーム取ろう。これでどう。でもまだ超える。何が超えるんだか分かんねえ。集客力、技術の120が重いな。このくらいでどう。4。まだもう分かんねえよ。じゃあこれ、いや何が超える、そんな入る。角、じゃあ角15。 OK、 ようやくいけた。まずフリートで上がるでしょ。ありがとうございます。よし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 。であと最後はちょっと彼女評価上げないといけないから、敏将が今度溢れるのは走塁。足系を取っていくか、流し打ち。さっき何取った。高速チャージは外野だから意味ないでしょ。リベンジ、インかアウトか。ささやき破り、いいの手に入ったな。打球伸びは技術使うな。速攻、窮地、一番より。あ、打開もらったのか。洗礼、冷静、チャンスオーラー最後、カット連発で技術と精神が少し、今度は逆にあれが余ったのか。敏将がこれまた敏将使うから大丈夫か。あでそう、今回ね初めてなんですけどエキスパートにしてみたんですよね。エキスパートでどれだけ打てるか。てか仮に経験点満点だったとして、エキスパートでどれだけ経験点が変わるのかっていうのもまあ見たい。結構変わるんだったらエキスパありかもしれないっていう。ホームラン2本打てばとりあえずいいんだよね。独身術もあることだしね。ちょっと待ってスライダーこれだ。コントロール悪くねと思ったら G だし。えそうか、あれがないからホームランに持っていけない。
なんていうの、ロックオンか、ロックオンいくつなんだろう、ロックオン1とかかな、ロックオンなしってことはないと思うんだよね。いかに自分がロックオンに頼り切ってたか、それがわかる。まあ打てないことはないし。76か、ここで76って結構でかくない？で、はるかちゃん、はるかちゃん、いや、誰だっけ、ほんわかちゃん、評価まだ足りてねえし、いる？いるな、いるんだったら練習しよう、いたら練習しよう、経験点にもなるし、いなかったら評価あげよう。適当に公園、あ、海とかなんかありだったかもな。あ、いる。まあ、追加イベントは起きないよね。敏捷だから、牛若を取っとけば338とかめっちゃ使うな。真実進化、球速遅いから、まあ、変化球もなんとか対応はできそうだけど、進化はだいぶ球速落ちるからね、曲がり始めが早いから結構合わせやすい。やっぱスプリットとかね、めちゃくちゃ合わせづらいんだよね。あとね、サークルチェンジとチェンジアップは逆に遅すぎて、やっぱね、振りが速くなっちゃう。進化2くらいだったらストライクに入んないけど、まあ、スライダーだな。ここをこんくらい、じゃあ独身術がなかったら進化打てない。ちょっと待って、ダメでした。もう一回待ってきた。進化めっちゃ投げてくんな。進化かスライダーしか投げない。入れてきたか、シュート、いいとこ投げるね。これはもうさすがに、いや無理だ、エキスパートむずいぞ。ここでも100には入るのか。ってかスカウト評価も低い、まあ、ここから上げていくっていう感じだけど、まあ、技術精神がないね。あと1回くらいちょっとほんわかちゃんと練習したい気がするんだけど、どうだろう、足りてっかな。お待たせいたしました。まあちょっとフリー点を取られている。ここをなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー二塁という場面で堀越、初球を取っていかない、スリーアウトチェンジ、フリーと追う展開で迎える。これもう狙うしかないでしょ。ツーアウトランナーなしという場面で、ちょっと待って、マジでエキスパートむずいぞ。てか負ける、このままだと。フリーとリードで迎える5回です。バッター堀越、今日は先初球から、そんなにロックオンに頼ってた俺。さあ同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で、ちょっとやばすぎないか。フリーと最低でも外野フライが欲しい局面です。外野フライくらい任せろ、なんとかしてやる。投げました、よしよしよし、ちょっと落ち着けば。ホームラン1本でどんなもん、まあ96入んのか。おもかちゃんいた、練習しとこう。もう一回必要か、意外に評価が低かった。まあでもね、オートデートがなければもっと振り回されてたと思うから、それはちょっとありがたいよな。第2球投げました、スライダーボール、このストレートだな、入れてこい。第3球早かった、打ちました。
シンカー投げました、打ちました、ツーレス、まあちょっとずれてたけどパワーで無理やり持ってったな。4回の裏フリーと攻撃に入ります。先頭バッターは堀越、打ちました、初球、これはマウンド、感覚的にフリーとリードで迎える6回、むずい、ワンアウトランナーなしという場面、堀越独身術なかったら第2球マジで無理だわ。ボール、第3球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、いけ、セカンドから1塁送球、もう一回回ってきた。さあダメ押しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で堀越フリーと一気に蹴りつけた、2だからな、第2球投げた、入ってこないけど、スライダーさん、第3球を、あーでもこれはもう全力ストレート、次は4球目投げた、おい危ない球、ストレート、次は5球目打った、よし強烈、いった、入った入った、独身術様々です。153か、でいけこれ最後の悪あがき、ちょっと2300700とか手に入んのか、角1回あげとこう。そう考えるとやっぱ海岸は海岸で経験点さばくのに役立つんだよな。まあいいや、お待たせいたし、最後見て考えよう。2回の裏2点を追いかけます。フリーと攻撃に入ります。狙うか、バッターは堀越、狙わない、際どい球、ボール、進化好きだな、投げた、打ちました、こいつら入った、入った入った、同点で迎える4回です。先ほどホームランを放った堀越、ボール、ちゃんとボールを見て、第2球投げた、見送ってボール、スタート、練習していくのもありだな、ね、やっぱり経験点を目指すんだったら。投げました、ちょっと振り遅れるともう無理だな、詰まる、フリーと同点のチャンス、そして独身さん、ツーランナー一塁二塁という必須、くっそボテボテのショートゴロ、待ってこい、待ってきた、フリーと大展開で迎える8回です。ツーアウトランナー一塁という場面で堀越、フォークばっかだな今度は、投げました、ボール、これだ、第3球打ちました、これはいい、がどう、大丈夫か、179か、ちょっともう試合経験点ボーナスがどうなってんだかよくわかんないけど、まあ結構もらえてる気はする。切磋琢磨もらうでしょ、5番クラスもらうでしょ、で最後にチャンスボールもらえるから、まあ、経験点は3万5000前後なんだよ。この中でどうやりくりしていくか、で切磋琢磨、そこから大番、これで全部は取ったよね。で、敏捷は余って精神少なくて技術もまあまあ余ってるから、やっぱり海岸はしておこう。経験点を500無駄にするっちゃ無駄にするんだけど、でも余ってるからしょうがないよねっていう。ストライク送球か、なんか欲しいな、外野的に欲しいそれだけ取っちゃおう。実能力もね欲しいよねっていう。でもう一個、じゃあ行こう、敏捷使うやつがいいんだよね。で筋力も200ぶっ込んでいいや。鉄人いらん。これは何、超ラッキーボーイか精神か、残り1回で変なの来たら困るけどな。古軍君とまあいいでしょう、あんまり古軍奮闘にならないけどね、状況的に。で、あとは、ちょっと待って、これ、これ、だ精神はこれで使い果たしちゃっていいのか。あとどれだけ集客できるか。
やっぱ敏捷がまずね、確証能力じゃなくてその他積極走で、まあいいんじゃないですかこれで。PF8 か、やっぱ PD がね今んとこ壁なんすよね。あ、もうちょっと格とかを上げられればいいのかな。どんだけ上げればいいんだろう。もう一個ね、二次得が欲しい。二次得二つあると違うのかな。ちょっともうあんまり覚えてないんだけど、 PF8 だっけ。でこいつ外野なんで、でも名前は OK です。まあ、PF8 ギリギリなったところくらいか。あとあれか、普通に基礎能力もうちょっと突破できればまた違うんだろうけど、今のところは PD、 ちなみに PD は作ったことないんで、 PD に持っていくことが今の目標ですね。であと大丈夫博士のねイベントちょっと無駄にした感がなかなかあったんで、まあ、そこら辺はもう少し詰めてやっていければと思います。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価していただければ幸いです。 あとエキスパートは難しかった。